日本テレビの情報番組、スッキリ、毎週月、金曜8、0、は、MC に水墨わさびアナウンサーが、加入した初週、に、6日、の、週平均視聴率、一部8、0、9、30、が、6.6% を記録、前週から0.9ポイント上昇し、同時間帯帯のフジテレビ、特、だね、8、0、9、50、週平均 6.4% を上回った。前週の週平均は、スッキリ、一部が 5.7%、特だね、が 6.2% だったが、スッキリ、が逆転、2部、9、30、10、25、も、前週の 4.4% から 4.9% にアップした。さらに、祝日だった9日の、スッキリ、は、一部が 9.0%、二部が 7.7% と、高視聴率をマーク。この日は、特ダネ、の 5.9%、同時間帯帯トップを走るテレビ朝日、羽鳥慎一モーニングショー、8、0、9、55、の、7.8% も上回った。スッキリ、一部が 9% 台を、記録するのは、9.1% を、記録した8月28日以来となる。その他を含め、ニースタート、リニューアルした主なタイ番組の、初週平均視聴率は、以下の通り。NHK、ワロテンカ、20.8%、前週、ひよっこ、23.0%、ヒテレ、スッキリ、6.6%、前週 5.7%、4.9%、前週 4.4%、富士、特ダネ、6.4%、前週 6.2%、ヒテレ、ヒルナンデス、5.9%、前週 5.8%、テレ朝、トットちゃん、5.6%、前週、安らぎの、5.9%、富士、FNN みんなの、ニュース、4.8%、前週 4.7%、富士、ザ、NEWS、アルファ、3.3%、前週、ユアタイム、3.4%、視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ、関東地区。